ではまずお名前をどうぞ。プライトです。あなたが思い描く未来の姿は。日本で知育事業ボドゲ塾をはじめ思考力や独創力の高い人がどんどん生まれる仕組み作りを作りたいと思っています。ビジネスプランとしてはですね、はい、ボードゲームって皆さん、すみません、社長さんたちやられたことあるかわからないんですけど、最近僕も知りまして、すごく頭を使う、知育に活かせるんじゃないかなっていうふうに僕は思っています。で、それと、まあ、塾を掛け合わせた月額方式で取る塾を考えています。で、そこの部分にさらに、まあ、箱を持たないといけないので、まあ、シェアハウスというのを掛け合わせてやれるといいんじゃないかなっていうふうに思っています。事業プランはこんな感じです。はい、ボードゲームはね、もういいことばっかりですよね。みんなで楽しく遊びながら、はい、ね、コミュニケーションして、コミュ力も上がるし、はい、頭も使うから、はい、いろいろ鍛えられるし、はい、ね、スピードで勝敗を決めるゲームなんかは集中力も磨かれるし、そうですね、いや、すごくいいんですよね。シェアハウスに住んでる人は子供たちとこう遊ぶみたいな、そういうイメージなんですか？それもボドゲ塾とシェアハウスは、まあ、交流を取らなくてもいいって感じですね。切り分けて考えてます、うん、まあ、二毛作みたいな感じですね。そうですね、同じ場所でね、はい、いいですね。小学生未満の方を対象にしている塾って結構いろいろあると思うんですよね。で、そこの、まあ、もちろんボードゲームとかもやってるみたいで、はい、そことの差別化っていうのがよくわからないのと、仮に僕が親だった場合、うん、上にボードゲームが好きな人が住んでるところに、うん、自分の子供を生かしたいとあんまり思わないかなって、そのセキュリティ面だったりとか、まあ、おっしゃる通りだとまずは思うんですけど、ただなんですかね、僕は実際に子供を持ったことがないので、実際に親の感覚っていうのはわからないですね。ただ僕としてはそうですね、僕が親だったとしたら、まあ別にそんなになんですか、感じないというか、目的というかふわっとしてて、はい、なんかこうどういう、もう自分が親として、どう、はい、子供をどういう目的で そこに入らせるかなっていうのが、なんかこうすごいふわっとしてるなっていう気がしたんですけど、僕コア IQ って自分で言ってるんですけど、ボードゲームをやってるだけでも効果あると思います。知能を上げる上で、それプラスアルファとして教えないといけないことをカリキュラムで盛り込むみたいな、今考えてますね。それは何ですか？ですね、カリキュラムとしてやろうとしてるのが、そのメンサってあるじゃないですか。で、そう、僕らはだってそれぐらいには絶対入れるっていう風な自信を持ってやってるんで、ちょっと分かんないですね。カリキュラムを聞いたんですけど、その IQ 高い人たちを集めてるブランドで勝負するってことですか？そうですね、カリキュラムが何なのかっていうのを質問したんですけど、なんでカリキュラムが、ごめんなさい、今ふわっとしてるんです。はい、まだ決まりきってないんです。はい、なんでかっていうと、知育の事業に携わったことがないので、はい、どういう風に作ればいいか分からないと、はい、いうような状態です。で、 IQ130 以上とかっていうのも別に測ったわけじゃなくて、はい、我々はそれぐらいあるだろう、ボードゲーやりまくってるからみたいなこと。まあそうです、これも根拠になるか分かんないですけど、はい、なんか一応僕の測ったんですね、 IQ 数値なんですけど、これは割とそう、メンサ入れるかどうかギリぐらいらしいんですけど、その一番下のやつの思考のやつが上 1% ぐらいで、はい、あとは何ですかね、メンサのテストっていうのが20いくらなんですけど、で、僕らって言ってるんで、じゃあ呼んでもいいですか、せっかくなんで。はいはい、すいません、お待たせしました。はい、で、まあ彼が呼んだのは IQ についてなんですけど、彼はメンサ会員なんです、もっとですけど、でメンサに入れたぐらいの実力が一応あると。メンサ会員の原口です。はい、お願いします。はい、お願いします。お願いします。彼呼んだ理由はですね、まあ、流れをしてて聞いてないからそうですね、で IQ のことにで困ったんで、で僕が正式な団体に所属してないんですよ、まだ。今最近気づいたんですよ、7月に測ってみて超高いみたいな。でそっからその高い人たちに声かけていったら、僕いろいろ書いてありますけど、すごいいじめられてたっていうか、まあ、周囲から孤立してたんですね、小中高を通して。人じゃないって言われてたんですよ、ずっと。なんでかわからないですけど、社会に出たんですけど、1年半人をイラつかせる何かを持ってるというふうに言われて、まあ結局鬱になって辞めたんですけど。で長い、はい、今の質問は、うん、なんで俺を呼んだか、でそれの誰かが使おうと思ってましたねそうか、で彼呼んだ理由でしょ。そう、僕にブランディングがないから借りてるみたいな感じです。どのブランディングですか？コア IQ ブランディング。
ちょっとそのブランドに関してじゃあ突っ込んでもいいですかね。どうぞ、はい。あの、ポッカースターズさんのスポンサーでも受けてるプレイヤーなんですか？これは受けてないです。趣味です。あ、趣味ですか？はい。今回、ボドゲの飼育事業ということで、はい。まあ、飼育事業をするにあたって、はい。子供を通わせるかっていうのは親御さんの判断になると思うんですけど、はい。ポーカーっていうのは世界で大人気の素晴らしい競技だと僕は知ってるんですよ。あ、はい、ただ日本ではまだまだこうギャンブル感のイメージを持ってる大人も多いものだと思ってるんですよ、うん、 はい、それを飼育事業のやつでポーカーって来てくるのどうなんですかねブランド的におかしくないですか？それを良しとしたあなたもおかしくないですか？はい、はい、超反論あります。はい、どうぞ。反論してもいいですか？はい、もちろん。ポーカーこそ飼育でやるべき、絶対。あ、それは分かってます。分かってます、ね、僕は分かってます。そうじゃなくて、飼育事業のプレゼンしに来たのに、はい、飼育事業のお客さんが嫌がるようなことしてどうすんのよっていう話だよ。なるほど。それに関しては、うん、まあ誤解なんで。誤解？誤解だと。いや、誤解分かりますよ。分かります。僕は知ってます。損得感情でやらないと商売やっていかないんでしょっていう話です。なるほど。はい。そうですね。もちろん。それは僕が申し訳なかったです。こいつに、はい、このシャツの話は僕してなかった。ああ、まあミスってことですね。僕のミスです。わかりました。申し訳ありません。論点はずれてるとは感じます。論点ですか。はい。なんか聞いた質問に対してちょっとおかしいなとは思うんですけど。ちょこちょこ話長かったですね、すいませんって言ってくれたりとか、はい、あと答えになってますかっていうことを言ってくれたり、なんか配慮は感じますよね。そういったことが多分できないんで今ここにいるんだと思うんですけど、うん、いやいやね、そういう配慮があっていいなっていう話ですよ。あと、まあ、大変ですよね。頭良すぎちゃって生きづらいってことですよね。皆さんとなかなか会わなくてね、うん、でそれは大変だなと思います、うん、であとボードゲームは多分本当に子どもの教育にはいいでしょうねと思います。僕も、はい、僕はそう思います、はい、うん、すごいお二人とも頭が良くて、はい、すごいね、こんなゲームを作れたりとか、はいはい、突出した才能があると思うんですけど、はい、一人通常の頭の良さで普通のコミュニケーションが取れる人を仲間に入れた方がいいかもしれないですね。ビジネスを詰めるとか出資をしたりとかするのにはもうちょっと通常の頭の良さの方がいらっしゃった方がいいんじゃないかなって思っちゃったんですよねお金を500万円引き受けて成功させますっていうのとか、はいはい、あとはそのお客さんは子供でも実際その決済するのは親って考えた時に、はい、ある程度のそのフォーマルさとかマナーっていうのは必要になってくると思うんですよね、うん、なるほど、はい、例えばなんかあの資料を取るのに椅子に座ったまま体180度回転させて取った行動とかはなんか、うん、舐めてるのかなって思いましたね、正直。うん、じゃあ一応きちんと立って後ろに行って取ったらいいのにみたいな、うん、友達ん家でやってんじゃないんだなっていう感じがしました、うん、了解しました。じゃあちょっと悔いも残しても嫌なんで喋りますけど、マジで僕わかんないですね、それの気持ちが。心が小さいんじゃないかなって思うんですけど、僕も財通省ちょっと同じ意見なんですけど、まあいらっしゃった時からあの名前の紙踏まれたりとかしてもすごい気になったんですけど、うん、それでもまあ踏まれてても、まあ、気づいてるのか気づいてないのか社長さっき取られましたけど、はい、ああいうのがすごい気になったりとか、まあ、さっき椅子もこうボーンってやったりとかっていうのもすごい気になるんですけど、なんかそういうところからじゃないかなって僕はちょっと思ってしまったのが、事業云々じゃなくて、仕事とかじゃなくて、そういう人としてってことですよね。そう、まあそうですね。人にこうお付き合いするそういうところからじゃないかなってちょっと分かりました思ったのがあの本音です。すみません、ごめんなさい。すみません。人って何ですか？人ですか、はい？説明できますか？人、うん。今人としてって言われましたけど、僕が誘導したんですけど、はい、人について教えてもらってもいいですか？僕は回答を持っています。今人っていう言葉を使われて人としてどうなのかな。いや、仕事場で一般的にやっぱお金もらったり。一般的にですよね、ごめんなさい。だってあなたご自身でだって来てるんじゃないですか。ここにだってお金いただきに皆さんに来てるんじゃないですか。はい、でご自身の考えここに持ち込んだりとかっていうのは僕ちょっと違うんじゃないかなって思いますよ。そうですね、投資家の意見をもちろん聞くのは大事だと思うんですけど、もし可能でしたらそのごめんなさいね、乗してしまって、ここにお金をいただきに来る一人の人間としてっていうことじゃないかなと思います。別にそれはご自身を ご家庭とかお家とか別に自由にしたらいいと思うんですけど、言葉尻取ってどうこうっていう話をしに来たんじゃないですよね。別にディスカッションなんかディベートしに来たんじゃないし、ゲーマーとしてさ、この令和の虎でオール達成っていうゲームをクリアしに来たんだったら準備不足だよ、はい、あなた思いません？思います。攻略十分考えてきました。僕なりには考えてきました。ただ立ち振る舞いがなんか
全然予習してきてないなというか、だって誰がいい顔してます今、誰が微笑んでその熱心に話聞いてます今。人っていうところでトラウマがあるのは分かるんですけど、この今の回の本筋と関係ない話じゃないですか、あなたにとって人とはって上社長聞くの。そうです、ですよね、はい、だからそれは余計なことなのでやめた方がいいんじゃないですか。はい、分かりました。はい、大丈夫です、すいませんでした、失礼でした、ごめんなさい、本当にすいませんでした、僕が間違ってました。まあ僕は違う考えで、そういうところはもう治んないと思うんですよね。でもその分突出した才能があると思うんで、その部分を伸ばしていくのがいいんじゃないかなと。どちらかというとボードゲームを作ることとか、そっちの思い長所を伸ばしていった方が僕はいいと思いますけどね。わかりました、ありがとうございます。松田社長どうぞ。はい、先ほどちょっと怒られるというか、はい、指摘された部分たくさんあったと思うんですけど、はい、やっぱ私もこうそういう友達いる中でなんかすごいこう、はい、頑張ってほしいなと思ったんですよね、はい、なんか今のこう涙の気持ちとかを忘れずにこうやってってほしいですし、はい、そうなった時にすごく私は嬉しいなと思ってるんで、はい、もう100万ちょっと出させていただきます。はい、逆転してほしいです、はい、じゃあ松田社長から200万ですね。はい、ではトマピナッシングです。はい。はい。タリス社長。はい。ナッシングです。はい。まあもちろんどこか突起した能力があるとは思うんですけど、はい、この今日の時間では見つけることができなかったので、はい。はい。以上です。はい。わかりました。上社長。はい。僕もナッシングなんですけど、はい。あと声荒げてしまってちょっとごめんなさい。いや、全然僕の方が悪かったです。はい、ただね、なんか涙流されてすごい熱いものもなんかお持ちだなってこうすごいいいなと思ったので、はい、ぜひ応援してません、頑張ってください。わかりました、はい。ありがとうございます。すいませんでした。はい。はい、社長。すいません、ナッシングです。すごい、突出した能力を持ってると思うので、はい、あの2人をプロデュースしてくれるようなプロデューサーをぜひ見つけて、その人を窓口に再チャレンジしてみるのがいいんじゃないかなと思います。わかりました、ありがとうございます。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、すいません、はい、ダダこねていいですか。どうぞ。いいですか、僕の事業プランなんですけど、ちょっとダダこねますけど、最近その500万とか1000万とか言ってるラーメン屋さん見たんですよね。でミニマムで始めれば230万あれば多分僕の貯金合わせて回るプランなんですよ。ボードゲーのやつ、ボードゲームを有志で集める、で広告費用ゼロでやる、 YouTube 全部自分で編集する、そしたら初期費用の170万ですよね。でそこだけでできるんで、200万のスモールサイズでもできます。やめろ、このゲームのルールを君理解してない。いや僕はやめろ、それでできるんだったらミニマムでも200万あればできると思ってるんでお願いしたいなと。だったら最初から200万で計画出せばいいじゃん。いや違うんですよ、だから全員に僕の事業プラン超優秀だから100万100万100万で折れると思って500万にしたそうだろうねなんですごい、だから最初ミニマムで230万って書いたんですけど、そこにいろいろ数字を付け足したんで、はい、だから200万あればこの事業はできます。でチャンスをください。天才です、やっぱり天才です。天才、あのいいですか、はい、あのめちゃめちゃ面白いんですけど、はい、あのゲーマーの株下がるんでそろそろ諦めてもらってもいいですか。いや僕はまあなんですかね、まあ、この場に来てね最後まで諦めないって決めたんで。そうしかし一度下されたナッシングは覆らなかった。